今日またと友達から1万借りてね、今月7万ぐらいで生活してますわ。もう2月も借りて。だから俺が日本中の生活保護で一番いい生活を。いうことを教れたな。あの、トヨタマホがね、1メートル73だそうですわ。俺がね、あの、俺の時代1950年生まれやから、1970年代の身長見てみるか、女158ぐらい。だからそのくらいの女の人は付き合ったことないんですわ。昔やからね、5、6人か。ホテル一体なんだね。6、8人か。 一番面白いのはね、14, 14の子をね、持ちで引っ掛けた子をね、ホテル、車持ってたホテルに行ってね、二人とも一発した、しした今やったら捕まるわ。<coughs> 電話されてね。で、もう一人のはちょっとアホで、あの親がもう、保養施設入って、早67やって、もう47年ぐらい入ってますわ。そういう人間も、施政児三代、の変なの引っ掛けてね、ヤクザ捕まって、爪剥がれね、ようやるしあれ、ほっぺた傷つけられ、髪、帽子され、爪剥がれたらしいですわ。 なん怖いね。なん何人いたから今忘せたわ。まあそういう話でした。なんか今忘せた。本当に。以上。あ、そう。トヨタマホがね、1メートル75やったらね、でっかいケツしとると思うの。俺68のね、ここに来とる寝ちゃうんです介護してね。今日こんだけ YouTube 載せると思うかった。そのケツもな、もっと太いよね。1メーター53のドよル太い。ええー、足してね。ちょうどスタイルいいんです。それね。 教えとこう。あのエスカイアクラブって名もあるらしいですわ、165以上。そのおばあちゃん168るんですわ。で、子供一人言ったら、ほいで、どっかなんかわしがこんな感じやから金持ちになりそうやから、どっか欲しいもんないか言ったら、石垣島に別荘欲しい言うてねい。欲しい言うて、やるときはまあ、エッチするけど、旦那と別れるやん。だからそういう、ほいでだだ、75のね、あのその誰や、トヨタ真帆ちゃんね。 まだ余計おるけど、あれ、飯食わせて、神戸牛でもあと10キロ食わせてもうでっかい、ケツしとると思うわ。これで、7時か一1メーター63.5の女が来たんですわ。ちょっと尻部屋とかあったらね、家政婦で尻部屋かったら俺ぐらいのもんやな。その子がオッケーしてくれて1メーターありました。ほいでね、もう一つ余談でね、俺、今ことしとるからね、なんとかな、神戸にね、なんとかって女この人んですわ。9999円。5000円あったらここに呼べる。それが1メーター10、10, 10。 だからね、俺が昔あのー、まあ、ペロペロしたときケツ、それがね、あの昔、昔あの、デリヘルってあるでしょ。ただ一生懸命あそこ舐めと、ケツの形覚えてないんですわ。今 AV やってケツとかこう見れるでしょ。だからそれでね、ちょっと遠くから眺めてみるのいいか。一回面白い話があってね、あの、いつもペロペロしてるんだけど、その19らいの頃ね、そこを舐めたらあかん言ってね、これじーっと舐めんで、ニューだけかいて、先生だけ書てこと。 もう一つあの <laughs>、淀川ガ製ね、千葉、東京で一日出れるね、おっぱい120のいったらどこもんだかわからんような、この後とね、週刊誌のと。それで次の日も一人選んで、その買う、あの、人、人おる中で一人選んで、ね、その次の日に埋めたりって40万、50万もらってたから、コーヒー5000、10回計5万ね、45万。50万やったら55万か、56万くらいか。 だからその時15万の背広を買うてね <laughs>、あの、はい、なんとかパーって出てたけど。なんつうかな。あ、そうそう、その日にまたデリヘル二2人あげてねよ、だから唇薄くなったらそんなことおらんと思うな。まあそういう話でした。だからトヨタもハウちゃん、いつ、それがね、あの、皆さんなら知らんと思うけど、東京トップレスとかね、なんとかこんとか蜂蜜とか言って、でっかいのなんですよ180とか170とか、俺、あれ嫁にするけどね。だからトヨタもハウちゃ、ま、たんのまだ困いよ。 プロレスはもったの1677。あいつは忙しいからね。貧乏暇なしで。まあ、そういう話でした。ほいで、皆さん、じいさんこけとるけど、それはあの、インターネットも使えない。6万3000円。<laughs> 市役所は16万円よ、厚生年金。で、こ国民年金の人とかは10年で1.5万。50年喫茶店に勤めたら7万5千しかないと、もう死んだほうがいいって言うところ。 <laughs> それともう一つ、竹藤のね、頭に、竹藤のね、宣伝で言ったらオールバックみたいな人、人ね、3万5千しかね,えね、国民にかけてない。だから3万5千、国から補助してもら3万5千、風呂なし、台所、お湯出ない。そういうとこ住んでましたわ。くぐらついとしてんだけど。だから服も買えないのが当然。ほんで、金の背広に来とる言うけどね、あれ、山トね、5千で買ったら5千が、その5千が出んけどね。それとね、今日ね、 大したもんだ。一万借りてね、今月ね、だから7万で一番俺がいい生活する。もう2月も借りてんの。で、一万借りて、一万三3 0リストをつけてね、普通やったらね、何千買うってね、3千円持って帰る男がね、今日何を持ったかしない。自分の欲しいもんあんだね。3千円、あ、タバコおかず、じゃあバコピースと、ショートピースを買って900円。で、おかずが2千円。だから3千円で7千円持って帰りました。俺にしたら珍しい。だからぼちぼちいいとこまで来てますわ。 心はそっちの方が言っとくからね。やっぱ人間は気持ち次第というより、その時期がこなんなダメやね。だからあれと一緒、甲風殺人事件があって、なんかあの、親から疎外されて、部屋別にされたり言ってね。それがもう一番悔しいで、死刑も苦しいけどってって、そっちの。だから、あの、家庭環境って大切だね。親が離婚して、そっちう、旦那が、ええ旦那が暗いけど、ええとは限らず、半分以上おかしいよな。まあ、失礼しました。失礼しました。加藤ちゃん80よね。 片や神田正宗、んましんどいでしょ。あれね、トラックの鬼ちゃん、むしろ師匠ってね、20キロの 500, 500個ぐらいの積み下ろし、100回ぐらいするともう体力つくけど、そういうことしてないでしょ。タクシーで行って、あの、当たり前のクラッカーじゃないけど、テレビ局行って、こっちを喋って帰って、それじゃ体下手るわね。だから芸能人って70ぐらいしんどいでしょ。まあそういう話した、俺にしたら珍しい。以上。